さあこの後は世界に衝撃を与えたボーヤンジンの演技です。Ladies and gentlemen, please welcome Boyang Jin. シニア1年目で世界屈指の4回転ジャンパーに成長しました中国代表のボーヤンジンです。世界を驚かす18歳、ショートでは2本の4回転、もちろん最初はボーヤンジンの代名詞世界最高難度4回転ルッツからのコンビネーションです。四大陸選手権2位、中国ボーヤンジン、タンゴアモーレ。世界でボーヤンジンだけが飛べるコンビネーション。四回転ルッツ、トリプルトーループ。トリプルアクセル。コンビネーションスピン。ステップ要素のつなぎの部分を世界選手権に向けて磨いてきました、ボーヤンジン。さあ後半です。2本目の4回転。4回転のトーループ決めました。この世界選手権の大舞台でも世界最高難度のジャンプ構成挑んでいきましたボーヤンジン。一気に世界を駆け上がる18歳、上位争い優勝争いに絡んでくるか。さて本田さん、まずは最初の4回転ルッツからのコンビネーションですが、はい、少し乱れはありました。そうですね、いつもよりも高さが少し足りなかったかなという印象ですね。ただこれ基礎点はしっかりと入ってくるということですよね。はい、回転はしっかり回っていましたので 17.90 の基礎点から、はい、ターンが入ってしまった GOE マイナスですので、まあ、少しの減点にはなると思いますが 15、6点の基礎点はしっかり持ってきますね。4大陸選手権ではさらに加点して 19.76 と、はい、一つの要素で得点を取ったボーヤンジンです。これがまず最初のコンビネーション。ちょっと降りた時にいつもなら余裕があるんですけれども、少し踏ん張った形になってしまいましたね。ただその後もしっかり3回転トーループをつけてきた。はい、これは2つ目のトリプルアクセル。トリプルアクセル
少しやはり緊張からなのか、ジャンプの軸が少し揺れるんですよね。これは最後の4回転トーループです。これも少しこらえたような形になってしまいましたね、はい、ですのでいつもの加点は少し控えめになるかもしれません。18歳のボーヤンジン、これが世界選手権デビューの演技でした。はい、やはり最高難度のプログラムを挑んできましたし、この4回転トーループ、ちょっとトーついた時にトーが滑ってますね。ですのでいつもの高さなどが出なかった部分でもあると思います。練習では本当にその抜群の安定感を見せてきたボーヤンジン、はい、ただやはりこの世界選手権、はい、特別な緊張感、独特のプレッシャーというものをボーヤンジンを襲ったかもしれません。そうですね、ただその中でもこのエレメンツをやっていくという強さはありますよね、とにかく今シーズンこのボーヤンジンの飛躍、同い年の宇野昌磨はもちろん羽生結弦、そして世界のトップスケーターがその闘志に火をつけた、そのボーヤンジンの存在です。さあ得点はボーヤンジンのショートプログラム90点にはあと一歩届きませんが、それでも 89.86 のハイスコア、中国ボーヤンジンがこの時点で世界選手権トップに立っています。最終グループ3番滑走、世界に衝撃を与える驚異の4回転ジャンパー、中国ボーヤンジンです。ショートでは4回転ルッツわずかに乱れるも5位、世界で唯一の4回転3種類4本、世界選手権でも決めてくるか。中国ボーヤンジン、映画ヒックとドラゴン2より坊やん陣の4回転ルッツ、4回転ルッツステップアウトですね。4回転2本目はサルコーです。4回転サルコー決めました。トリプルアクセル、シングルループ、トリプルサルコー、立て直してきました。ステップシークエンス、後半です。3本目の4回転、4回転のトーループ捉えましたね。4回転のトーループ、ダブルトーループ、4回転4本目、
コンビネーションスピン。トリプルルッツ、トリプルトーループ。トリプルアクセル。トリプルフリップ。バタフライからフライングキャメルスピン。4回転4本全ては入りませんでしたが、初めての大舞台、十分に世界にインパクトを残す演技でした。中国の18歳ボーヤンジンです。世界初の3種類4本の4回転、ただ世界最高峰のこの舞台、このリンク、そして羽生の後の演技、特別なプレッシャーもあったでしょうか。それでも笑顔で歓声に応えます。さて本田さん、はい、まず最初の4回転ルッツ、練習では本当に安定感あったジャンプですが、そうですね、やはりそれがこの世界選手権の最終グループの緊張感から来るのか、少し体が硬かったですね。さあそしてこの後は、そして今朝の公式練習と右足首の靴合っていない、そんなシーンが見られたハビエル・フェルナンデスです。さてボーヤンジンの演技振り返っていきます。4回転4本、改めて本田さん、はい、このボーヤンジンの存在は世界に大きな影響を与えました。そうですね、やはり3種類の4回転、そして4回入れるプログラムというのは本当に体力的にもすごく大変なプログラムだと思いますね。得点を待つボーヤンジンです。これが冒頭の4回転ルッツ、はい、回転はしっかりしてますね。さてボーヤンジンの得点、自己ベストは190というスコアを持っているボーヤンジンですが、 181.13、 トータル 270.99 はミハイル・コリアの上に来ました。ボーヤンジンこの時点で羽生に次いで2位に入ってきました。中国の18歳ボーヤンジンです。Of the bronze medal from China, Boyang Ying. The flowers are presented by Sam Auksher. Ladies and gentlemen, would you please rise
for the national anthem of the champion.Ladies and gentlemen, these are your medalists. Wait.